はい、どうも、トシです。えー、本日、開封するのはこれですね。えー、ユーギオ・デレ・モンスターズ・ワールド・ブルーパーク。わかん今何でんだ今やえー、っとね、ユーギオの、えー、っと、ワールド・プレミア・パックプレイミア・パックーね。感じです。前回の開封、別々開封したんやけど、これに入っとてたやな、あの、トランプの選手の、トランプ関連のやつ、も士特技のモンスターが入ったの。は。 い間違って言ったのに、アホやなと思ってたから、自分だことやな。で、まあいいか、えーと、パックアーツにいつも5万入っとって、ね。今日はね、全70種多いなあ。あ、プリズマティック、プリズマティックシグレットレアは4種。あれか,か、あれさ、前、前,回言ったの前,に,前に出たのが、あれかプリズマティックレアなのかな。そうん。ロトヤとスーパーとレッ,レッツダニア、レアとノマリスまぁ、あ、いつもどうにおかんな感じだね。 ので、こういう感じです。はい。それじゃカードの方を出していきたいと思いますね。えー、カードの方出しましたので、見てみましょうか。はい。OK ね。最初はウウ、まね、ウォーク、ウォークライ・マハード。マハードマフードだよ。マムード。マハードあれやの。有言、あの、ま、あれやの。マハードったら、もう結っさ、わかるやつすよね。ウォーク、ウォークライ・ディグニティ。 ウォークライシー、このウォークライシーザーかなちょっとね。で、ウォークライガトス。で、プルフ、ブ、プルフ、プルフ,ルフーイーは、で、クラップカードの経営、うん。ユザクラップの経営反転かジャイアン。ジャイアンドパンダじゃなくて、 ジャ,ジャブあ、ジャブか、ジャブパン、あ、パンジャブ、ジャブ、パンチ、パンチか。あ、パンチのジャブだよね。うーん。えー、ミュートリア、ミュートリア反射作用って、なんか、えー、あ、出た。これはトラン、これ、これはしてるの、あれからナイトジョーカーってやつは。これは、クイーンズナイトと、あの、クイーンとキングとジャックナイトの融合モンスターだよね、これも。クラミのストームの定番のやつだし。 お、なんかレアカード、レアでんがなこれは。危険体ミュートリア、えー、レベルナンバー5でんがな。05、えー、ミュートリアシーズンがな。ミュートリアアームズ、ミュートリアアームズって感じか。へぇ。うーん。アームズ、XYZ ハイパーキャノン。あ、これメックザイ入ったって言ったかな、トラップカード。へぇ ミュートリアスの動い。うやーどうかいてたら悪いな。あの、これにどこか行ったら悪いな。ワーム系ポケ,ケモデルよ。あの、あれや。で、なんとかワームでおってやるんだっすか。見とんやけどな。完全。新則召喚これ、オシスのあるか。オシスの関係も、関係のカードなんですか。ないたぶん、あ、ちゃうんか。あ、そうだ。これは結構、少ししたらオシス系に使えるかだよな。 ミュートリア、ミュートリアの、えぇ、ー、運動僧王像か。あ、なんかもう一枚やった。もう一枚は。これね、あ、景モンスターか。えー、こういうモンスター。ドラゴン族のビュードルノイムか。で、ウォークラインの、えぇ、ー、ディールか。お、ディール。で、うん、ペントラツアクション。どこでクシ、クシじなんかな。で、ウォークライン。ウォークライン。 ブークライブークライってこっち。あ、なんか、えぇ、アルカナエクストラジョーカー。えニックモンスターの戦術の,のモンスター3体。長いとも、ここであのモンスター三体使う。ジョーカーでしょかんなな。あ、ブラックマルシャンサーベー,サルベージョン。これはみんなどうかとか。あとはジャックスナイト。ジャックスナイトー。ペンジェムアンコール。で、 ウォークラ,イラストが、カルオークライとラストの方、フォークライ来て、で、えー、土曜話、えー、アネトケーーに対する感じですね。はい、カードは出たからでこんな感じやなぁ、こんな感じです。ジャックスナイトからキングスとクイーンでていてほしいけどな、電気かなぁ、うせよせんな。そうしたな、これで、 こっちはっこっちのカードを初めて見たの。このカードは出たよな、確か。へ、え、ぇー。で、これいつも、これ結構リア、これ結構人気なのかな。確か、これ別のカードを出すか何、値段高かったやんかな。別はこのカードじゃないと思うけど、別のパックのカードだと思うけどな。多分これ最良のやつやろ。多分詳しくはてないけどな、何もね。まあこんな感じですね。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。えー、もしよかったら、この動画の評価とコメントの方もよろしくお願いします。 あとは、この動画以外にもたくさん動画がありますんで、それもよかったら見てくださいね。まあ、最終的には、このチャンネルに無助というチャンネルの方も、登録の方もよかったらしてくださいね。それじゃあ、また次の動画で。